熊谷博人君、立憲民主社民の熊谷博人でございます。今あの宮本委員の方からも法案に対しての大きなところの質問がありましたので、私はあのちょっと気になるところをいくつかあの確認をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。まずあの海上交通安全法からでございます。あの先ほど。 法整備の定義や改正目的につきましては、岩本議員の質問の答弁ありましたので、私のは対象海域は、これまでの海上交通安全法の3地域になるんだと思っておりますが、 その対象回帰についての確認とそれ以外の重要施設周辺回帰も確か指定をされておるかと思いますその辺の確認をさせていただければと思います奥島長官お答えいたします改正法におけます新たな避難勧告の対象回帰は委員御指摘の通り 海上交通安全法が適用される船舶の複装海域である東京湾、伊勢湾、および大阪湾を含む瀬戸内海となります。あと施設への、臨海部の施設への対応でございますが、海上保安庁では、平成30年9月に関西国際空港連絡橋に船舶が衝突した事故を受け、海事関係者や臨海部に立地する施設の管理者などとも協議の上、 装備用事故防止の対策を重点的に行う施設を選定しております。これらの施設は、施設周辺の病泊実態、装備用による衝突の可能性、衝突した場合の社会的影響などを総合的に勘案した上で、選定をしたものでございます。選定された施設の周辺回帰におきましては、病泊船の監視を強化したり、病泊の制限を実施しているところでございます熊谷君。 長官、すみません。えっ、ー、と、今この今ご答弁あった重要施設は今現在これ全国で45施設指定をされているということでよろしいでしょうか。奥島長官。お答えいたします。えー、現在45箇所これを指定しているところでございます。馬前君すみません、えー。この45箇所の。えー まあ一覧を見ているとなるほどなというところばっかりでございますので、これから法改正をして、その周辺地域、大変重要な海域となっておりますので、しっかりと運用していただければと思っております。次ににに対象のの船舶について先ほど岩本委員の質疑にもありましたが えー、どのようなあの船舶が指定、えー、選定をされるのか、えー、これはあの先ほどの議論でちょっとあの、えー、判明があできなかったのはあれなんですが、これ、国船籍の,あの国内外問わず、 えこう形だとか大きさだとか、えー、先ほどコンテナ船だったりとかっていうご答弁あったんですけれど、この船底についてどんな船が対象になるのか、対象の船についてお知らせいただければと思います奥島長官。お答えいたします、えー湾岸避難、湾岸避難の対象船舶は、すべての船舶が対象になるものではございません。 大型船を主な対象とする予定でありますが、国籍は問わないと考えてございます。具体的には、自動車運搬船やコンテナ船などの風圧を受けやすい船形のため、装病の危険性が高く、湾内で安全に脅迫することが困難であって、また悪天候でも概洋において安定して安全に運航できる性能を十分に持つと考えられる船舶、 こうした船舶を対象とする方向で検討しているところでございます熊谷君。ありがとうございます。えっ、ー、とそ、その、またあの、今、ご答弁いただいた点についてはあの、ちょうどの質問でもう一度確認をさせていただくことになろうかと思いますが、勧、え、告、ー、についてですね、この湾岸、危険回避のお湾岸、湾外への えー、避難措置についての勧告について、えー、先ほど勧告から命令というようなご答弁、与本議員の質疑の中でありましたが、えー、強制措置とか罰則という形は、あこのだどの段階で、えー、なされるのか、またあの勧告や命令に従わなくて、もし、えー、そこに居座ってです、ね、事故が起きた場合の責任はどこが、 応用になるのかご答いいいたただければと思まますす島長官お答えいたします今般の法改正によりまして、船舶を湾外に避難させることの実効性を確保するため、勧告を行うことが可能となりますが、勧告を受けたにもかかわらず、これに従わない船舶があった場合は、船舶の航行の制限、船舶の停泊場所の指定、一定の回避からの退去、 などのの命令をを行い船舶交通の危険を防止することとしておりますまた、勧告に従わなかった場合の罰則はございませんが、先ほど申し上げた命令、これに従わなかった場合は、3か月以下の懲役、または30万円以下の罰金を科すこととしてございます。なお、従わずに事故が発生した場合の責任ということでございますが、 まあ個々、具体のケースに応じてということになろうと思いますけれども、一般的には船長は船舶の運航上の最終的に的な責任者であるということから、一般的には船長が責任を負うということになろうと思います熊谷君、ありがとうございますああのできればこの命令までいかないように、韓国にあの外国船籍の船も含めてですね、 えー、従っていただけるように、えー、十分なあの、えー、情報提供とですね韓国、えー、に従っていただくような、えー、サジェッションを開放の方でお願いしたいと思います。えー、続いてですね先ほどあの重要施設の周辺海域45施設あるというふうに。 ご答弁いたただきました、えー、なるほど、あの大切なところばっかりだなと思っているんですが、そのほかにもあ,のあるんではないのかなというふうに思っておりまして、この45施設以外に追加をされるようなことをご検討されているのか、現状、お尋ねしたいと思います奥島長官。お答えをいたします。えー 今現在、45か所の指定をしてございますが、一方で、選定されていない施設、これにつきましても、現在、台風の進路にかかる場合など、必要に応じて海上交通センターなどが病粒白線の監視をしたり、あるいは巡視選定がパトロールを行い、注意を喚起するといったような対策を講じているところであります。今後につきましては、施設の選定について、事故の発生状況、施設の新設、あるいは航行環境の変化、 施設管理者の意見、こういったことを踏まえて、随時、見直しを行っていくことと考えてございます。馬谷君。はい、えー、あらかじめ、あの台風はまあ進路が予測されるようになってきましたけれど、えー、近年、やっぱり大型化、それから強,力あの強大化をしていますので <laughs>、えー、しっかりあらかじめそういったところを備えていただければと思っております。えー それからです、ね、次は勧告に従ってあの湾外へ避難をしました、えー、先ほど岩、えー、本議員の質疑の答弁にもありましたけれど、えーこの安,全にえー、安全を確保するのは船の方の責任と、えー、なるんだと思うんですが、そのどこまで、 避難をすれば安全なのかという判断も、船になるのかその、その判断が、海保が、まあ、この辺のところが安全なのかと、そんなような判断があるのか、船の方なのか、それからあの最悪のことも考えなければいけないんではないのかなというふうに思っておりまして。 以前あの、概要であのやはり大きな台風に遭遇したコンテナ船だとか自動シャンパン船、に崩れを起こしたというようなことも、えー、ニュースで見た記憶がございます。そんなあの事故が起きた場合の責任がどうなっていくのか、まあ、これ、船の責任になるんだと思うんですけれどご確認をさせていただければと思います。奥島長官 お答えいたします事故時の責任の件でございますけれども、繰り返しになりますが、船長は船舶の運航上の最終的な責任者であることから、船舶の事故が発生した場合には、一般的には船長が責任を負うということとなります。そのため、万が一にも事故が発生することがないよう、我々われ湾避難等の勧告制度を運用するにあたりましては、運航者が十分な時間的余裕を持って、 安全な海域に無理なく避難できるよう、慎重かつ的確に運用をしたいと考えてございます。具体的には、台風接近の2日ほど前から、十分な時間をもって勧告することとしており、また、何らかの自由により、避難の時期を失し,した船舶に対しては、無理な避難を求めず、内湾等での台風被爆を認めるなど、船舶の安全を第一に慎重に運用してまいります。また、湾外への避難を勧告するに際しましては、 官民の海域関係者から構成されます協議会、これを設置して、避難の対象となる台風、避難の時期や方法、対象船舶など、あらかじめ決めておき、予見可能性を持って避難していただけるよう、安全確保については十分配慮したい、このように考えてございます熊谷君。え続いて今あのご答弁になりました協議会についてのお質問させていただきたいと思います。えっと、この協議会は えー、平時からというか常設をされる協議会になるのか、それからあの今あの、十分に、えー、台風の進路だとか何か勘案して、えー、協議をしたいというふうにおっしゃったご答弁ありましたけれど、えー、具体的に言うと、この先ほど、えー、2日前に、 えー、湾,外湾外避難の勧告をなされるので、それ以前に、えー、協議会、えー、緊急時は招集をされるのかなと思うんですが。あの そういった場合の招集のタイミングがどれくらいのことになるのか、それからあー決定事項、協議の内容の周知方法について、先ほどの岩本議員の質疑の中でも若干ご答弁あったと思うんですが、その点についてもう一度確認をさせていただきたいと思います。えー、それから台風の,です、ねあのえー、進路 昨今、すごく正確になってきたと思うんですけれど、えー、まあ船の方でも当然情報を個別に入れるっていると思うんですが勧告をしていくのに、えー、海保の方から正確な情報をやはり、えー、この都度都度というか刻一刻変わるこの進路だったり、えー大きえー 強さだったりというのは変わると思うので、その情報提供をしっかりをしていただきたいなと思っておりますので、その情報提供のことも勘案して、どんなタイミングで協議会を設置をし、そしてどのように周知をしていくのかについてお尋ねをしたいと思います。奥島長官お答えをいいたしますまますすずこの改正法に基づく協議会でございますけれども 東京湾湾湾伊勢湾大阪湾などののそれぞれぞ海域に設置するととということとしておりま,すまた、その構成員でございますが、委員からもご指摘がありましたように、気象情報、大変重要でございますので、気象庁などの関係、気象庁などの関係省庁の地方出先機関、港湾管理者、船舶運航事業者、水先関係者、タグボート関係者、 船舶代理店関係者海事関係係者団体などととすすることを考えてございます当然、平時からこれは設置しているものでございまして、平時における協議会は、こうした官民の海域関係者と、具体的には避難の対象となる台風、避難の時期や対象船舶、船舶が避難する際に必要となる水先人やタグボートの利用、 韓国発出時の連絡体制および周知体制といったことについて、事前に調整を図る役割を担うこととなります。また、台風、実際に台風が来週する際などの非常時における協議会におきましては、台風の進路、強度などの状況を逐次共有した上で、湾外避難の必要性等について協議するということとしてございます。さらに、韓国が発出されました場合には、 その内容について、協議会構成員に周知するほか、航行警報、海の安全情報、AIS メッセージなどを通じて、協議会構成員以外にも幅広く周知をいたします。えー、協議会の招集のタイミングということでございますが、まあ、一概に申し上げることはなかなか困難でございますけれども、2日前には勧告を出すということでございますので、 あ、まあ5日から3日ぐらい前に集めるということが一般的な形になるのではないかと。このように思っております熊谷君。ありがとう。ありがとうございます、えー。この協議会以外の皆さんへのやはりあの情報提供だったり、あの韓国の内容の伝達だったりというところがあの丁寧にしていかないと。 いけないんではないのかなというふうに思っておりますので、その点あの十分勘案をしていただきたいと思います。あの先ほどのご答弁でもあの外国の船には英語でっていうメッセージをというのようなご答ご答弁もありました。あのそういうところでこう異論のないようにですね。 できるだけすべての船があの韓国を理解をしてですね、あの避難をする際にもですね、えー、こう安全に湾外から出ていくことが整然とできるように、えー、情報提供に努めていただければと思います。よろしくお願いいたします。えー、続いてあの拘束法関係について、えー、質問をさせていただきたいと思います。 この拘束法では、この今の海上交通安全法と地域が若干狭くなるのかなというふうに思っておりますが、情報提供と、それから聴取義務を課す区域の範囲はどんなところが想定をされているのか、教えていただければと思います奥島長官。<laughs> お答えいたします。今回、創設されます湾外避難の勧告を行う場合には、港内の船舶も含めて、時期を阻することなく安全かつ迅速に避難させる必要がありますことから、湾内と港内を一体的に捉えて、湾外避難勧告をまず実施するということになろうと思っております。ままた、新た新にに異常気象時の情報提供を行う区域、これにつきましては、 周辺に病地として適切な海域が限られているなどのために、病泊を許容せざるを得ず、かつ相当数の病泊船が予想され、船舶交通の安全確保が特に求められる区域、これを想定しており、その詳細は国土交通省令で定めるということを予定しております。熊谷君ありがとうございますあのま情報提供を必要な 情報このよ情報をです、ね、十分にあの提供していただいて、本当に事故がないようにしていただきたいなと思ってるんですが、その今の,この対象になっている船舶がですね、そのきちんと聴取したかどうか、まあ、聴取義務があるんですけれど、聴取したかどうかの確認方法っていうのは、何かあるんでしょうか。奥島長官お答えいいいたたししまますす実績ベースでご説明申し上げたいと思いますが 令和2年におきまして、全国の海上交通センターから、VHF 無線電話などで、情報提供や勧告を実施した件数が約2万9000件ございます。このうち応答がなかったものは数件でありまして、現行法の下ではほぼすべての船舶が確実に情報を聴取しているものと、このように認識をしてございます。その上上で海上交通センターから情報提供にに対し応答がない場合には 船舶電話や AIS のメッセージを使用して個別に注意喚起を行うとともに必要な場合には準地選定等により指導するなどの対応をすることで重大な事故発生, <coughs> 故発生防止に取り組んでまいります熊谷君ありがとうございますあのできればです、ね、あの本当に100%、えー、聴取をしていただいてあの理解をしていた,い,たいただいた上での行動が お願いしたいところですけれど、あの今、長官おっしゃったように、さまざまな方法で,です、ね、周知、きちんと理解をしていただいてというところにご苦労ですが、あのきちんとご対応いただければと思います、それからあの、この港と湾のから一体的に捉えてこう、避難勧告ということになる。 なるそのために、あの職権を海上、ね、保安庁長官に代行することが、スムースな避難計画が行われたり、まあ、綿密に行われる必要があるので、そういうことになっていると思いますが、あの接触事故等の,あのこう、まあ、2日前から勧告が出て、2日間あれば、あの十分にこう、 時間が取れるのかなというふうに思いますがその東京湾なんか考えると多分航路がものすごく狭くなっているのではないのかなと思っておりまして えー、東京湾内にはたくさんの港があって、たくさんの船もいると思います。えー、そういったところで,です、ねえーまあ、長官が職権代行することによって、スムーズな避難ができるというふうに思ってはいますが、えー、接触事項の懸念とかなんかがあるんではないかと、ちょっと心配しておりまして、その点についてのご対応をご答弁いただければと思います。奥島長官 お答えいたします湾岸湾外避難等の勧告制度を運用するにあたりましては運行者が十分な時間的余裕を持って安全な海域に無理なく避難できるよう慎重かつ的確に運用をいたします気象庁から発表される5日先までの台風予報これを踏まえ例えば台風が東京湾を通過する可能性が高まるなど湾外に避難させることが必要であると判断した場合には時間的余裕を持って2日ほど前から東京湾の外に出て より安全な海域に避難すること、東京湾に入湾しないことなどを勧告することを想定しており、勧告が発出された場合には、海域関係者に対し、幅広く周知をいたします。また、湾外避難はすべての船舶を対象に勧告するものではなく、大型船が主な対象となるという予定でございます。ご指摘の点につきましては、船舶が入安しないことを勧告すること、十分な時間的余裕を持って勧告すること、 韓国の対象船舶を一定の大型の船舶とすること、以上のことから、湾外避難にあたって、湾の入り口が著しく混雑することがないと考えてございますが、その点については引き続き十分に運用上も留意してまいりたい、このように考えてございます君しっかりお願いしたいと思います。えー、ちょっとこれはは高,高速法にはあ 直接関係ないことになるかもしれませんが、あのえー、南本木の浜道路が、装備扇の衝突によって被害を受けたという話がありました、えー、その件についてちょっと絡んでなんですけれど、あの重要公安施設に対してのです、ね、防床校の整備等は、 海保ではなくて、国交省全体として、今、どんな対策が行われているのか、お尋ねをしたいいと思います国土交通省、高田公安局長。お答えいたします。ご指摘の南本目浜道路の件でございますが、令和元年9月の台風15号で、日本唯一の水深18メートルピ壁を有する横浜港南コンテ、南本目コンテナーターミナルに直結する橋梁、これを南本目浜道路と呼んでおります。 周辺に病迫していた貨物船が流され、当該道路に衝突し、橋桁や橋脚に甚大な損傷を与えました。最後、直ちに国土交通省が災害復旧に着手し、昨年5月、共有を再開したところであります。当該事案を踏まえ、昨年6月、港湾の施設の技術上の基準の材木を定める告示の一部を改正し、船舶の装病リスクを考慮し、必要に応じて橋桁の損傷を防止する防止設備を設置する内容、 新たたたに追加いししました改正した国事を踏まえ、再発防止の観点から、南本目浜道路におきましても、防災設備の新たな設置を進めまして、昨年12月に完了したところであります。今後、海上保安庁が実施するさまざまト対策とも連携しながら、防災・減災、国土強靭化ための5カ年加速化対策に基づき、避難水域の確保のための防波堤の整備や、防床設備の設置などのハード対策を行うなど、 港湾における船舶の送迎事故対策を推進してまいります。熊谷君。ありがとうございます。あのまあ、今回の法改正でですね。装備用事故が本当になくなればですね。この帽子あの、えー、防証工のあの工事もしなくていいし、予算も投入しなくて済むので、あのこの法律改正がうまくこう機能してもらいたいなというふうに思っております。あまあ、それでもあの事故が起きないという。う 保証はありませんので、あのしっかりとあの対策を打っていただければと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。えー、続いて、航路標識法の関係をちょっとお尋ねをしたいと思います、えー、先ほどの岩本議員の議論にもありました。あの国内にたくさんあの灯台を含めてですねえー、航路標識がございます。その老朽化対策がまあ,あの喫緊の課題にあるんだと思っておりますが。 あの対応年数がやはりあるんだと思っております、えー、この対応年数に達したですね、えー、東大等の航路標識の更新計画はどうなっているのかお尋ねをしたいと思います奥島省官お答えをいたします海上保安庁が管理する航路標識のうち令和2年度末において老朽化対策が必要な箇所は 令和2年12月に閣議決定されました、防災・減災・国土供業人化のための5カ年加速化対策、これにおきまして100、しし1139箇所を位置づけました。これらの箇所について、この対策におきましては、これらの箇所の老朽化対策の進捗率を昨年度の55%から令和7年度までに79%とすること。 そして令和12年度に対策を完了すること、これを達成目標としております。引き続き老朽化対策を着実に進めてまいりたいと考えてございます熊谷君あの多分ぶん、えー、この139箇所というところのうち、ですねあのいわゆる鉄筋コンクリートの灯台があのたくさんあるんだと思っております。 えーまあ、これからあの観光だったり地域の活性化にそういうところが利用されるのではないのかなというふうに思っておりますし、えー、しっかりとです、ね、地域の皆さんの、まあ、希望があったりそれから東大としてのし、えー、役割というものもしっかりあると思いますので、えー、計画的にできるだけこの、えー 令和12年度に完,成完了予定と言っておりましたけれど少しでも前倒しにしていただいてです、ね、海上交通の安全に資するようにしていただければというふうに思っております。続いてあの、この航路標識が損傷した場合の減車負担についてお尋ねをしたいと思います。あの 原社の特定が先ほどの答弁でも難しいという答弁があったかと思います、また、この負担、原社が負担する額について不満でその、なかなか復旧工事というか、再設置に遅れが出ていたというのが、これまでのことだったんだと思っておりますが、あのますます船の大型化だったり、 それから台風だったり、天候が悪い時にですね、あのこの航路標識の損傷ということが起きてくるんではないのかなというふうに思っておりますので、その原因者の特定を本当にしっかりできるのかというところをもう一度お尋ねをしたいのと、それからあの額の不満でなかなかというご答弁がありました。あの 新しい、例えば V でもう新しい V と、もう何年も経って古くなって、う、まあそろそろ更新なのかなという V にぶつかってというところで、その負担金の考え方が若干違うんじゃないのかなというふうに思っておりますが、その、えー、現社の特定の点と、その負担金の考え方について、ご答弁いただければと思います。奥島長官 お答えいたします新たに創設をいたします制度を適正に運用するという観点から、そういった観点からも、原者を把握するということが重要であるというふうに認識をしてございます。この原車の特定でございますが、原車からの申告があるという場合もございますが、これのほか、部位の異常を感知するセンサーの発動状況、 あるいは AIS データによる通行状況の分析こういったことによりまあさらには準設定での最初確認とういったことを通じて現社の特定に努めてまいりたいとこのように考えてございますまた V の保証の関係でございますけれども V の賠償は航路標識の機能 この機能の補償ということを目的としており、財政的価値による賠償といったものはなじまないというふうに考えてございます。したがいまして、えー、改正法施行後も、現物賠償を基本として対応してまいりたい、このように考えてございます。熊谷君。 ありがとうございますあの、まあ、現物賠償っていうことになると、まあ、新,しい新しかったり、その古かったりということは関係なくて、機能が回復されればいいという考え方で、えー、負担金を求めるということだと、えー、理解をいたしました。えー、続いて、ですねあの、まあ、これ、東大があの主にだと思うんですが、承認工事制度についてお尋ねをしたいと思っております。えー、この承認、えー 工事制度についてあの、まあえー、法文等を読ませていただいて、小規模な維,維持行為があの、まあ、草刈りだったりというふうに書かれておるんですが、あのその辺の判断基準というものが、まあ、明確になされているのかということと、それから、あ コール標識協力団体制度があって、そこにあの、まあ、承認をして、いろいろなことを任せていくということになろうかと思いますが、このような制度があることを、まあ、地域活性化のために使いたいという地域の皆さんは、まあ、知っていると思うんですがあの、こういう制度がありますよということを広報周知したりして、 できればじゃあ,あの、我が町にある灯台を観光だったり、地域活性化のために使おうなんていうことに発想する自治体も出てくる、地域も出てくるんではないのかなというふうに思っておりますので、そのような、あのこういう制度がありますよということを広報する手段は、どんなことを考えられているのかと、お尋ねをしたいと思います。 奥島長官お答えいたします小規模な維持,維持行為ということにつきましてでございますが改正法の規定に基づき承認を必要としない小規模な維持行為としては鉱物としての鉱物標識の構造に変更を及ぼさないものを想定しております具体的な事例としてはゴミその他の廃物の除去草刈りなどを想定しております これ以外の航路標識に変更を加える行為につきましては、法律上の承認の対象となります。改正法の運用に当たりましては、このような解釈を海上保安庁のホームページに掲載し、周知を図るということとしてございます。また、あー航路標識団体の制度に関する周知についてでございます。先ほども申し上げましたが、全国の灯台の中には、灯台を地域のシンボルや観光資源として考え、 敷地の清掃、草刈りなどの環境美化や、灯台に関する資料の収集調査、保存、灯台活用した地域イベントの開催といったボランティア活動に取り組んでいる民間団体が多数ございます。こうした団体は、日頃から現場、地元の海上保安部と連携しておりますことから、厚労省識団体制度の活用につきましても、現場の海上保安部を通じて、丁寧な説明を行うこととしております。併せてこのの制度を海上保安庁のホーームページ リーフレットの作成、各種メディアなどを通じて、国民の皆様に対して広く周知を行うこととしており、厚労標識協力団体制度の活用を推進してまいりたいと考えてございます熊谷君。ありがとうございますあの私はあの海なし県の 埼玉の生まれ育ちなんで海に憧れがすごくありまして、やっぱり車の免許取ってすぐ犬防石灯台までドライブに行ったりとかっていうことをちょっと思い出しました。あの観光でやっぱり東大地域の活性化に使いたいというところはたくさんあろうかと思います。あの草刈りとか何かまご協力ボランティア団体にしていただくのもいいんですけれども観光という視点から言うとですね、ま東大の機能にこう手を加えるんじゃなくてこう周辺整備 であの観光にもっと資するような。 周辺整備のところもです、ね、あのボランティア団体、地域の皆さんがやってくれるということであれば、あの地域にも、地域観光活性化にも資することであろうかと思いますので、あの承認すればいい話なんですが、あのその辺こう地域の団体とよく意見交換をしていただいてです、ね、あのできるだけ地域の要望に応えられるようにしていただければと思います。 もう一つあの、えー、バーチャル AIS 航路標識について、えー、ちょっとお尋ねをしたいと思います。えー、と非常にこれ、えー、天候が悪いときですとか、異常気象のときには、私はいいものだと思っておるんですが、この AIS 信号機を受信できる船舶というのが、今、どれくらいあるんでしょうか。うんあの できるだけ多くの船舶がつけていただきたい、まあ、大きな船にはもちろんついていると思うんですけれどどれくらいの大きさというか、どんな種類の船まで、今のところこう、AIS 信号、受信機がついているのか、分かったら教えていただければと思います。奥島長官お答えいたしますは名船舶のの位置進路速力などの 安全に関する情報を自動的に送受信するシステムでございます。これ、は法廷で,で、ね、義務付けられている船舶がございます。具体的には総トン数500トン以上の船舶、それと国際航海に従事する総トン数300トン以上の船舶といったものでございます。こういった船舶には法廷で義務付けられているということでございますが、これ以外にもです、ね、やっぱり任意で、 つけている船舶といっているのは、一定数あるということは承知してございます。海上保安庁におきましては、AIS が衝突事故等を未然に防止する上で、非常に有効な機能を持つということから、その普及には、鋭意、努力してまいりたいと、このように考えてございます和君あの私も本当にいいものだと思ってますので、できるだけ多くの船舶にです、ね、つけていただけるように、努力をしていただければと思っております。 えちょっと法案関係の質問は大体こんなところなんですがあの海に関連していくつかちょっと質問させていただければと思っております、えー、1つ目がですねあの先般のスエズ運河のコンテナ船の事故についてでございますいろいろと今あの現地のスエズ運河庁等で 事故原因等の調査が進められていると思いますが、この事故について、国の方では何か調査をしたりとかですね、していることがあるのか、それから日本の法令がもし適用されるようなことがあるのか、お尋ねをしたいいと思います運輸安全委員会上福事務局長。 お答え申し上げます、えー、船舶事故の調査につきましては、基本的に、えー、事故を起こした船舶の船籍国と、事故が起こった領海などを領域とする沿岸国が行うこととなります。えー、今回のスエズ運河における事故の調査につきましては、船籍国であるパナマ共和国と、えー、沿岸国でございますエジプト・アラブ共和国がすでに調査を行っているところと承知しております。 従たいまして、私ども運輸安全委員会といたしましては、調査実施国であるパノアマ共和国、エジプト・アラブ共和国から要請があれば、両国が行う調査に対して可能な協力を行ってまいりたいと、このように考えております。また、国内の法令の適用というご質問に関しまして、私どもの運輸安全委員会に関しまして、お答え申し上げますと、運輸安全委員会におきましては、 日本国籍の船舶について発生した船舶事故や、我が国の領海内で発生した船舶事故などを対象として、運輸安全委員会設置法に基づきまして、事故再発防止のための事故原因の究明、調査を実施しております。今回の事故につきましては、他国の主権が及ぶ領域において発生し、かつ他国籍船によるものでありますことから、基本的には運輸安全委員会設置法に基づきます 調査権限を行使することはできないものと考えております。馬飼君。ありがとうございます。あのまあ報道ベースの話なの、あの私の情報はあの報道ベースの話なんであれなんですが、その最終的にあの先週責任が求められることになるのではないのか、というような報道もありまして。 最終的には国内の企業さんのが選手だという、実質的にそうだというような報道もなされておりますが、この点については、国交省としてどのように捉えているかというか、どのような情報、今、ご答弁で、戦績が外国なので、国内法がという話もありました。その 国内の選手のところに責任が及ぶようなことがあるのかどうか、えー、分かっている範囲で教えていただければと思います国土交通省、大坪海事局長今回の雑礁事案に関しましては、現時点では事故原因等の全貌が不明であるため、今回の事故の責任を誰が負うことになるかについては、えー、お答えについては差し控えさせていただきたいと思います。一般論としててはは船舶事故ににる損害については 船長その他の船員に故意または過失があるということが裁判所の判断により認められる場合には船舶所有者が責任を負うこととなりますこのような場合であっても船舶所有者の責任は国際条約に基づいて一定の限度額まで制限することが可能でありまた船舶所有者が加入している保険により補償が行われると承知しています 一方、は通常予期できず、損害防止が期待できないほどの自然災害が原因であるなど、船長その他の船員に過失がないということが、裁判所の判断により認められる場合には、船舶所有者が責任を負わないということもありえます馬君、はい、あの船の事故が起きるとです、ねあのえー、船主は日本、えー、運用会社は海外。 えー、船員さんも海外、えー、というようなこの船独特の,このリスク分散というんでしょうかいろんなところがこういろんな関わりを持っていて、えー、何かあると、まあえー、最後は船首のところに来るというところをずっと見ておりますので、うんえー、ちょっと心配になりました。えーまたあの 話全然今の製造運河の事故とはあの関係なくなります、別の話になりますけれど、まあ、そういった観点からです、ねその、経済安全保障という観点から言うと、何かあったときに、日本商船隊をきちんと維持して、その日本船舶だったり、日本人船員さんというのをきちんとその安全保障の、経済安全保障の観点から、 要請をしておかなければいけないんじゃないかと思っておりまして、国交省さんの方も、日本船舶は450隻、そして日本人船員は5500人ぐらい必要だというふうに試算をされているようですけれど現在の取り組みはどうなっておりますでしょうか。大坪海事局長 この紙面を海に囲まれた我が国においては、我が国の管轄権が及ぶ日本船舶、それから高度な船舶運航技術を有する外交の日本人船員というのは非常に重要な存在でありまして、経済安全保障の確立を図る観点から、一定規模を確保することが必要と考えています。このため、国土交通省としては、日本の外交の船舶が計画的に日本船舶を確保し、日本人船員を確保、育成できるように、トン数標準税制等の特例措置を行っています。 また、外交繊維を目指す若年者に対して、就職面談や座学研修、乗船研修を行って、実務能力と経験を習得させ、中小外交戦車への就業を支援しています。さらに、ウェブサイトや SNS を活用して、海や船に関する情報を発信を行うとともに、小中学生への海洋教育を推進することによって、若年層の海への関心を高め、繊維志望者の裾野の拡大に努めています。今後とも、こののような施策の実施策実を通じて、 日本船舶の確保、それから外交日本人船員の確保、育成を進めて、我が国における安定的な国際海上輸送の確保を図ってまいります熊谷君、はい。ありがとうございます。えー、続いてですね、えー、北極海航路の活用について、ちょっとお尋ねをして、えー、みたいと思います。えー 国交省として、今現在、あの北極海航路の利用状況と利用に関する検討はどんなことが行われているんでしょうか？えー、お尋ねをしたいと思います。あの、今回の製図、運河の事故もあってですね。あの希望法回りのみ南回りと。それからもうあのこの今言った。あの北極海航路というのが、えー あるんですけれどこれが画前注目を受けておるので質問したいと思っておりますあの現在の取り組みについて、えー、ご答弁いただければと思います国土交通省石田総合政策局長お答えさせていただきます北海航路につきましては欧州アジア間を結ぶ航路としての新たな選択肢となる可能性があるという認識をしておりますその利活用に向けた環境整備を進めることが第3期の海洋基本計画にも位置づけられているところでございますただ現在は 北極圏を受けます LNG の開発にも伴います LNG の輸送などが中心となっておりまして、定期航運航を要しますコンテナ輸送などに関しましては、あのえー、開票が減退する下記の利用が主であることや、航路の特性上、通行可能な船舶に制約があるなどの課題から、あの今のところは利用が進んでいないという状況と認識してございます。国交省におきましては、そうした状況も踏まえながら、北極海航路の利用動向や、 高校制度などに関します情報の収集を行いますとともに、海運企業などの民間事業者、研究機関、関係行政機関を構成員といたします北極海航路に関する産学間連携協議会を組織いたしまして、平成26年度以降、毎年開催をし、北極海航路の利用に関します、今申し上げました各種の情報の交換、共有を図りつつ、その利用に向けた環境整備に取り組んでいるところでございます。熊谷君 ありがとうございます今、答弁にあった LNG については、実績があるようでございまして、調査会で先般も参考人から、意見をいただいて、あの三井商船さんが、商船三井さんが LNG の再評能力を。 つけた備えたですね船を使って実績を行っているようでございますし、ロシアの方からも、北極海航路、この LNG を出しているところのエネルギー企業からも、ですねそんな話があるようでございますので、今、ご答弁あった、産官学の連携協議会においてですね、 この北極海,海航路の活用について、えー、積極的に議論をしていただければと思っております。で今、ご答弁で LNG だけ、LNG 線だけというようなご答弁あったと思うんですけれど、まあ、あのこれから日本の海運業をもう少し、えー、強力化していくためにです、ね、やっぱり北極海航路、しっかり使えるようにということで、 えー、コンテナ船やあのバルク船、えー、それから、まあ、自動車運搬船まで入れられるかどうか分かりませんけれど、最氷能力を備えたその貨物船の開発をしていかなければいけないなというふうに、私自身は感じているんですが、うんえー、国交省としてどんな取り組みを考えているのか、お聞かせいただければと思います。大坪海事局長 現在は、先ほどご説明ありました、LNG の輸送にとどまってまして、これからも LNG の輸送は増えてくると思っています。はい、では、LNG 以外の輸送については、生産地と消費地の,この地理的関係から言えば、欧州とアジアで海上輸送量が大きいコンテナ輸送というのが想定されます。しかしながら、コンテナ輸送に関しては、先ほどもありましたように、通年航行が難しいということに加えまして、 えー、道航路、北極海航路におけるその海難救助の拠点、それから船舶修繕、それから燃料補給の拠点、これらが十分整備されていないので、い、えー、まだビジネス上の課題がたくさんあるということで、我が国海運会社においては、現在、具体的な検討は行われていないという状況にありますあの。採氷能力を備えている貨物船というのは、えー、日本の造船会社でも建造しておりますし、あのニーズがあれば、それはこれからも建造することができます。 国交省としては海運会社のニーズに基づいて、沿岸国、ロシアの制度、それから資源開発の動向といった情報を収集、共有して、適切な輸送活動を円滑に行われるように環境整備するよう努めてまいります熊谷君。ありがとうございます。あの最後の質問になりますが、この北極海航路の活用について、大臣、所見がありましたら、お聞かせいただければと思います。国土交通大臣 あの今般のスエズ運河のです、ね、座礁事故を踏まえて、まあ、考えなければいけないのは、やっぱりあのリスクは分散させなければいけないということであります、そのうちの一つの選択肢として、北極海航路というのもあると思いますが、まあ、私はそこのあの、なんていうかあ、ビジネス上のメリットがどれだけあるかというのは、やはりまず船会社がにあの認識をするものだというふうに思っております、でまあ、まずあの海中からです、ね、日本の船会社各社としっかりその議論するようにと。 政府が出なければいけないステージがあるならば、しっかり信用していくと、またあと、私個人的に言うと、そばいうものの、冬の間、のまあ航行ができないというような制限もありますので、それズンがあの雑誌事故が起きたところ、はいわゆるまあ伏線、単線でいうと、単線区間でありますから、おそらくエジプト政府としても、これはまあ想像でありますけれども、そこの部分を拡張するとかっていうことは、うん、 多分当然、検討されるんじゃないかと、そうしたことをさまざまな選択肢を増やしていくということが大事だという基本方針の中で,です、ね、日本の開示会,会社、また物流関係のところともしっかりと議論を進めていくように指示をしているところでございます熊谷君。ありりがとうございます終わりますす終わ